グローバルに見ると日本人のおしゃれは、おしゃれのマーケット自体がまず大きいのが一つと、レベルが高いですよね。それよりも日本のせいであれば東洋人の体型に当然合うわけですし、顔も似てるし、リバイス501の亡霊って言うんですけど。皆さんこんにちは、メンズファッション TV 松はじめです。さて今日はアパレルは死んだのか、高木浩一さん、今回5冊目の著書が発売されたということで、出版秘話ですとかちょっといろんなことを聞いてみたいなということで、高木さん今日はありがとうございます。個人の販売員の方に対してのお客様がつくわけですね。それで毎日の発信に対しての双方向のコミュニケーションがある。よくあるじゃないですか、インポートのジャケットを着たらもうここまで来るとか、糸の輸出、例えばですけどイタリアの展示会に行けば、そこにおるおっさんは自分自身は作らなくても、作るところも知ってるし、ぜひその辺の方々にアジアに一番近い、はい、そして体型も近いというか、まあ、同じです。これははっきり言うとファッションにとってはすごい得なアドバンテージだと思うんですよ。よくあるじゃないですか、インポートのジャケットを着たらもうここまで来るとかね、そういうザラも日本人が来たら絶対ジャケット丈長いわけです。でもそれよりも日本のせいであれば東洋人の体型に当然合うわけですし、顔も似てるし、なんか可能性は絶対アドバンテージとしてあると思います。日本もこうイギリス、イタリア、いいとこ取りができて、本当に日本のスタイルっていうのを作っても面白いですよね。いや、それも松さんらがなさってることだと思うんですけど、まず根本体型が違うじゃないですか。やっぱりジェームス・ボンドの体型に着る服と、僕らみたいな扁平な胸でですよ、そのガリ股でまだ足短いのって、やっぱり絶対イコールではないじゃないですか。そこには東洋人向けのスタイル、まあ、日本人を含めたというのは、僕はまだまだこのテーラリングも含めて優位性があると思います、うん、デニムも非常にやはり紹介されてましたけど、はい、世界から注目されているという部分もあると思いますけど、はい、食器がやはり、そうそう、まず日本の場合は、まあ、基本的に言うとアメリカの場合、生産工場はいわゆる売上生産性とか、いわゆる合理性を追求するわけじゃないですか。そしたら新しい食器が設備投資で入れば古いものは破棄しますよ。でも日本の場合はその、まあ、戦後日本でデニムができるようになった時代からのその古い食器がそのまま残ってる。でまたその当時の職人さんも残っておられるんで、それを職人技で今でも動かすことができる。だそこには何て言うんですか、こう あまりにオートマチックにできるというよりは、その職人さんの意向によってはこうしたりああしたりとかいうような、いい意味でのオリジナリ性が残ってると聞いてます、はい、本当になんかこう日本人独特のこう器用さとディテールに対してのこだわりってすごいですもんね。これは日本人しかできないと思います、よくデニムの人がおっしゃるんですけど、リバイス501の亡霊って言うんですけど、リーバイスの501が世界最高のデニムだというような亡霊、そうじゃない、もっと素晴らしいものが作れるっていうのは、やっぱり三美地区の方の大きな意見ですよね。なるほど、なんかリーバイスは超えられないっていう、そう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 、うん、そうじゃなくて、もうすでに日本は超えてますよ、はあ、で超えてるものが商品化されてるし、だからそれは作れるのはやっぱり日本でしかないという、それが食器だけじゃなくって、いわゆるいろんな意味でその染めもたくさん の段階があるじゃないですか。そのここについてのこだわりの塊なわけですよね。だからそれは日本人でないとできないというのは本当だと思います、はい、その PR の仕方がどうしても違ってくるところなんでしょうか、ね、やっぱりね、イタリアの例を言いますと、イタリアのメーカーさんっていうのはやっぱり自分らで作るって自分らで売るわけですよ。だから例えばですけどイタリアの展示会に行けば、そこにおるおっさんは自分自身は作らなくても、作るところも知ってるし、もちろん営業できるわけですよ。でも日本の場合は川上、川中、川下と書きましたように、いわゆる作る人は作るだけ、売る人は卸屋さんに任せてます、卸屋さんは小売りは小売屋さんに任せてますという、こういういわゆるアパレルファッションの流れの中で産業として、まあ、発展してきたから、今この物流自体を
もう一度やり直さなきゃいけない。だから、まあ、言葉を変えれば工場の職人さんが展示会でちゃんとお客さんに説明できて語れて営業できるぐらいの気持ちを持ってやっていくと多分大きく変わるのかなと思います、はい、日本は世界で最も競争の激しいオリンピックっていう市場で、はいうんはい、これは消費者がやっぱり厳しいっていうことであったりとか、はい、各ブランドは日本を狙っていると。そう、皆さんちょっと日本人自体は気づいてないんですけど、日本人ってすごい服好きなんですよ。これはね、まあよく男だとイタリア男が一番かっこいいとか、よう言いますやん。でもグローバルに見ると日本人のおしゃれは、おしゃれのマーケット自体がまず大きいのが一つと、レベルが高いですよね。でそこに日本人特有の品質を言いますから、だからそこで勝てるものは世界を制するというのはまさにオリンピックです。だって世界中のラグジュアリーブランドで日本に出てきてないのはないじゃないですか。そこに日本の各社も入ってるし、で最近はアジアも入ってくると。やっぱり、そこのレベルの高いのはまず審美眼もあるでしょうし、日本人独特のなんていうんですかね、丁寧さみたいなところもあるから、そこで勝てるんであれば世界に出ていくのはできると思うんです。可能性はたくさんあると思うんですよね、うん、ぜひその辺の方々に届けていきたいと思います。ああ本当にぜひ読んでいただきたいです、はい、これは非常に業界を研究していきたいという、はい、例えば就職活動されている方なんかもぴったりかなと。一番意識したのは、まあ、私今専門学校で教鞭取っているときに、やはり今の若い方がそういう情報に触れていない、それと発信もしていない部分もあると思うんです。でも日本は糸の輸出、生地の輸出とすれば世界有数なわけです。ところがいざ製品になってくるとなんか寂しい話ばっかりになってる。だからそこの部分もあるし、一番は業界自体を俯瞰したというか、その川上から川中、川下まで、そして今のその、販売のところのまで、一応全体がこういう流れで流れて、こういう問題があって、こういう解決ができるんじゃないですかみたいなことで、例えば、学生さんであったり就活の方にはちょっと参考になるかなと思います。だからあんまり難しい表現は使ってないです。本当ですよね、すごくスッと読める。いやいや、そんなことないです、ね、これ著者があんまり賢ないですから、それから難しい言葉をかけないというのが、まあ一つの原因かも分かりませんけど、基本的には僕の学生が読んでも分かるような表現にしようと思います。なかなかこうデザイナー志望の子も今どんどん減ってるって言いますけど、ちょっとこれで希望をもう一度見出していただいて。そうですね、まだまだ未来のある業界ですから、今のこのウェブがネットワークがあるんで、例えばですけど今のデニムの話、例えば岡山からパリにも売れるわけです。そのわざわざ東京にショールーム作らなくても商売もできるし、コレスポンデンスもできるわけですよ。だから地方にあっても世界のマーケットに踊り出れるという、もう本当にある意味恵まれた時代になってきてると思うんですよ。だからそれをぜひ活かしていただきたいなと、時代背景を、はい。最後にこの本をこんな方に読んでいただければっていう方としたら、ポケットに1500円と消費税が入っている方、あるいはカードがあったら、そういう方には読んでいただきたいなと。